フブスグル湖モンゴル内の位置、フブスグル湖、またはフブスグルダライ、ダライエージはモンゴル国北西部にある大きな淡水湖。貯水量ではモンゴル最大、面積ではオブス湖に次いでモンゴル第二となる。なお、かつて存在したモンゴル海軍の活動域でもあった。フブスグル湖はモンゴル北西部のロシア国境に近い東サヤン山脈山麓に位置する。標高は 海抜1645メートルで南北に長い形をしており、長さは136キロメートル、幅は36.5キロメートル、最大水深は262メートルになる。アジアの淡水湖では有数の水量を誇り、モンゴルの淡水の70%、全世界の淡水の0.4%はここにある。湖は、フブスグル県の北部にある。南端には、 フブスグル湖の交通、通信の中心であるハトガルの町がある。フブスグル湖、フブスグル湖の収水面積は比較的小さく、流れ込む川は大小96本あるが、比較的少ない上に短い。湖から出る川は南端に発するエギーン川で、セレンゲ川に交流してロシア領へ出てバイガル湖へ注いでいる。フブスグル湖は、 シベリアから松を主とするシベリアの大河の南端を成している。フブスグル湖はいくつかの山脈に囲まれている。その中で一番高い山は、サヤン山脈の最高峰であるムフサリダグ山で、湖の北にありモンゴルロシア国境に位置している。冬には、フブスグル湖の湖面は完全に凍結する。冬季のトラック運送は、通常の道の代わりに近道となる。 ふぶすぐる湖の表情を通っていた。しかし車からの油漏れや陶器の気温上昇でトラックやジープが氷を割って湖中に転落する事故が相次ぎ水質汚染が懸念されることを理由に氷上の走行は禁じられるようになった。湖の西岸にそびえる山脈湖東岸の眺めふぶすぐる湖は地球上でも数少ない古代湖の一つで地溝の形成により 今から200万年前から500万年前に作られたと見られる。水質はよく、処理なしでそのまま引用できる、モンゴル国内でも重要な水源である。気候が乾燥している上この多くが塩湖という草原地帯にあって、正常な淡水湖であるフブスグル湖は、神聖な湖とされてきた。フブスグル湖の故障型は、極貧栄養湖で、ンや窒素といった、 栄養塩類濃度が極めて少なく、水の透明度は平均18メートル以上と非常に高い。このためバイカルコなどと比べ魚の種類は少ない。食用や釣り用の魚にはヨーロピアンパーチ、カワメンタイ、レノックなどやカワヒメマス属の固有種フブスグルグレーリングがいる。フブスグルグレーリングは産卵期の密漁で絶滅の危機にある。湖一帯は 国立公園に指定され、中央アジアのステップとシベリアの大河の移行体として、厳重に保護されている。しかし密漁が横行し、刺し網を使った商業漁業の禁止も守られていない。国立公園は野生生物も多く、シベリアアイベックス、アルガリ、アカシカ、オオカミ、クズリ、ジャコウジカ、ヘラジカ、ヒグマ、クロテンなどが生息する。 しかし、下放牧による砂漠化や永久凍土の妖怪による湖面上昇などといった問題も湖周辺では起こっている。フブスグル長期生態学研究サイトは1997年に設立され、様々な分野にわたる生態学研究が行われている。フブスグルルターズは国際長期生態学研究ネットワークに属し、 モンゴルの生態学的基盤の研究に資する情報を集め、気候変化や湖周辺の環境が直面している生態学的危機に対する持続可能な対応について研究を行っている。フブスグルという名は、中力諸語で青い水を意味し、ノールはモンゴル語で湖を意味する。湖のラテン文字表記については、KHVSG、リットルの他にも、 キリル文字やモンゴル文字からの転記方法によって、ハブ下げるや、キューブ下げるなど様々なものがある。ふぶすぐるこのパノラマ写真。ありがとうございます。